こちらのとこも、え、こう引っかかった。いや、さっき引けば、大体取れます。ブツ引っ張るとエギの頭が石に入り込むんです。あ、ほんとだ。あ、抜けた。重い、重い。お、タコやん。おはようございます。今呉市におっとですよね、広島の。寝る前にこうツイッターずっと見たとですけど、青物釣れるとかな、青物でしょって言って、青物釣れるとかなと思って呉の方に来たんだけど、釣り具のポイントにちょっと行って、ここから5分ぐらいのところで、この呉市まして、そうね、余裕だけもう一箇所ぐらいちょっと来たかなって、途中で造船前来た時もここ多分通ったよ。ここ下の道は通った記憶なんだけど、そうで、あの何の釣りをとかもこう調査した、ひろきちゃんと2人で覚えと、この辺あとね、あの海軍かな、あの白服着た人のコンビニいっぱい置いてた。さっきグレーはね、大和の誕生した場所って言われたかな。見えてきたよ、海が。やっぱ海いいな。海引き釣りしたくない。ポイントあったし、まずポイントに行ってからね。釣りの決め手はポイント、ポイント。一応撮影許可とかはちょっと取ってから撮らせてもらおうと思うと、まあ、無理やけ音声だけちょっと撮ろうと思うとけんが、しばらく音声をお聞きください。すいません、こんにちは。私、釣りのですね、YouTube の釣りの、あ、そうそうそう、あれです。で、あの、この辺回ってて、今どこが釣れてるのかお聞きしたくて、で、今これ撮影とか店内とかさせてもらえんかなっていうのと、もうダメやけ、あの音声だけ撮らせてもらったりできんかなって感じですけど、ちょうど今日、責任者がもうちょっと後で出勤するんですよ。あ、本当ですか。ちょっと後ですね。そっかそっか。今何が釣れてる感じですか。今キスカワハギ。キスカワハギ。ほほほ。マダイが今年多いんですよ、ね。へえ。あ、オモルとかなんとかはちょっと厳しいですよね。あ、まだちょっとシーズン的に。やっぱそうですね。ここじゃ行ってみようかな。本当ですか。はい、あ、行こう。枝島オリーブファクトリーですね。すみません、本当にありがとうございました。あ、オッケーです。左ですね。わかりました。すみません、ありがとうございます。わあ、御社かな。もう釣り場のメジャーポイントやろね。車を止めるとこも多くあって、何でも狙えますよってやったけん、親切かった。ポイントさん、ありがとうございます。海が見えてきたよ、ほら、ね、くれ、うわ、ほら見て、あの景色さ、あの景色、なんかファイナルファンタジー7のことだろ。前も言った記憶なんですけど、ファイナルファンタジーの中に出てきたもん、こういうシーンな。こちら側から視聴者さんに会いに行くってなかったね。ありそうじゃなかったな。この機会よか、視聴者に先に伝えとこう。あの、いろいろやっぱ視聴者さんいらっしゃるの本当ありがたいんですよ。でもたまに怖そうな人のね、船に乗って、おー、徳ちゃんって来られるんですけど、でも一般人じゃないですか。ってなりますよ、そりゃ。ダボゴ教えてとかなったりするでしょ。それ勘弁してください。突然その関係で電話教えて、教えますか。ご自身が逆ならってところ、そんなもんなんで、そこはね、あの、させていただければ嬉しいです。いい感じの雰囲気しとるぞ。わあ、これ綺麗。しかも釣り日和やん、今日。ああ、もう FF7 やん。あ、おいしゃ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 。何釣りなんだろう。内側に向かって投げました。ヘチ釣り。死ぬかな。ほら、いいね。何釣りなんだ、おい。ちょっとワクワクすんじゃないの、これ。行ってみましょう。ご視聴さん、おじゃかな。ちょっとドキドキやな。あ、ベイトあるぞ。ほら、あ、魚影意外とある。いっちゃー。釣れたですか。ハゲが1匹だって。ハゲ、カワハギ狙いなんですね。1匹だけ。へえ。何釣りですか。いや、わからないです。あの何の釣るとかなと思って来た感じですけど、はい。なんか見たことあるような気がする。あ、佐賀からやってきました。え、なんか声聞いて。ありがとうございます。え、映っても大丈夫ですか。今全然いいですか。いいですか。
早速視聴者さんに出会えたよかった。そうそうです、カワハギは釣って見せてください。ぜひ1匹だけ釣れたんですけど、見ていいですか。ありがとうございます。あ、でかっでかっ。これはでかいらしいです。おっきいっすよ。おっきいっすよ。え、立派。これ肝っすか。これなんか入っとったかな。夏のカワハギ。夏は入ってる時と入ってない時。ああ、だいたい冬ですもんね。だいたいカワハギは肝かなって思うけど。へえ、オスやったら肝入っとったんですか。夏でもメスだったら結構肝より卵でパンパン。ああ、え、カワハギおかっすね。もしあれだったらご一緒に釣っても大丈夫ですか。ちょっといいですか。あの装備なかったですけど、お借りできたりできますか。その代わりなんか自分のルアーかなんか一個。装備はないんですか。あ、ないですか。あ、ないですか。よかったです。あ、とりあえずこの先はちょっと見てきてこいですか。また戻ってきます多分。はい、じゃあ、わあすごい牡蠣で、これは何釣りなんですか。カブセですね。カブセのチヌですか。石鯛じゃ高いですよね。何やら釣れるものは何でも。石鯛もここ釣れるんですか。三バスを釣れましたけど、ね。あ、三バスを。釣り色。あ、そうです。あれです。あ、すごい。あ、ここにも一緒です。ありがとうございます。そうです。佐賀からやってきました。え、解散。そうそうそう。え、お前ら解散したんじゃないのかよって感じだと思うんですけど、あの私一人でもう今は。あ、そうだ。ちょこちょこ やられてましたよね、カブセで。そうですね。かっちゃんと一緒にちょくちょくやってました。あの時にアイナメとか釣れて。今日も釣れんかな。アイナメ、どんくらいのアイナメですか。40。あ、よかっすね。40いいな。40と30とか。あ、2匹、カブセって何年釣るんですね。そう考えてみると何でも釣れますね。珍しいのでいえばタコも釣れる。タコ、タコも釣れましたし。この辺って、タコは釣っていいのですか。漁業で釣っちゃいけないとかいうエリアもあるじゃないですか。広島は別にもういろんなところでお釣りやってるんで多分大丈夫。へえ、タコも欲しいな。どうしようかな、ちょっと考えてみます。あそこも視聴者さんやったけが釣れたら教えてください。ここで釣りはされんのですか。今迷ってます釣れとったんですか。ほら、え、どれ、ほらほら、あのおじいちゃん、あのおじいちゃんなんか死ぬかな。なんか釣れとるよね。大きいかそれ。結構死ぬ。4枚目ぐらい。うわ、ほんとっすか。あ、すごい。タモ入れましょうか。大丈夫、あ、大丈夫ですか。あ、チヌすごい。お父さんすごい。チヌ何枚目。いや上手。いや、すいません、あの私 YouTube で釣りいろはってショットですけど、これ魚取らせてもらってもいいですか。ダメ、あれ OK です。わかりました。でここだけほらチヌめっちゃ釣っとるじゃん。ほらめちゃめちゃ釣れとるやん。頑張ってください。結構チヌつるっとですね。あ、ちょっとなんかしよう。チョコレートさんいつもありがとうございます。 LINE 大事に使わせてもらってますよ。釣れたらよかけどね。今日も私と一緒にちょっと釣りを楽しみましょうかね。ちょっとだけそういうの終わったらあのまた移動して誰か探しに行こう。ジュースでも買ってあげよう。いやー、チヌか、いいね。まあ、チヌでも何でもいいよ、釣れたら。さてさてさて、何が釣れるのかをやってみてだ。カワハギ釣れたですか。当たりはあるんですけどね。あ、当たりあるだけよかっすね。何狙いですか。なんでチヌですかね。チヌ、まあ、タイ、タイ、うん、何でもよかったと思うし、とりあえず何か釣りたいですよね。はい、いいな。ありがとうございます。コーラありがとうございます。どうぞ。お世話になります。いい、どうぞ。なわけないでしょ。ちょっとどうすか、釣れたすか。クイコーラ飲んでください。あ、つかけですね。さてと、やってみよう。とりあえずバーってここら辺回ってきてみるっすよ。チヌバ探して。今日夜ちょっと友達のとこに持っていくとはなんか釣りたかったっすよね。ここ下は砂ですか、ガタすか。あ、砂。とりあえず湾内皆さんお注射ってね。手前はちょっと石入っとるっすけど。あ、手前。あ、じゃあキスとかなんとかもいい。うん。あ、結構深か。これだけ深かいろいろ試されるな。コチとか食ってこうかな。ジグ。うん。これだけでも水深なジグが早かっすね。内側と思っておい、そこは不幸なかと思っとった。待って、じゃあもう血のちょっと真剣に血のやろう。うん。
さん。あ、そうそう、こんにちは。ちはびっくり。ありがとう。みんな知ってんじゃない？いやいやいや、まさかね、こがんとこにおったと思わんやろっけん。いやいや、そうそう、いや、俺が来た。あやん、ヒーローアカデミアやん。私が来たっつって叩かるやろね、そんなこと言うもしその九州でこっちの方行くんだったら、うん、何月ぐらいが。ああ、もう秋ね、段違いで秋やね。9月10月五島とか行くならもう9月後半ぐらいやんか。前半ほら台風結構来っけんね。後半行けばまあパラダイスやろね。あのナブラのボコボコ立つとの頻繁に見れると思うけど、うまくいけや。ダイモン人じゃねえけん、おっちょなかった、ここおらんと。こっち側の岸壁なんかタコとかついてそうけどな。ここなんか昨日ずっとチョン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 しようって。うんうん、来た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 、死ぬ死ぬ、多分死ぬ。来た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 、ちょっと待って、これ中に入っとかね、これ。うわ、ちょっと待って、いや、中になんか入った。これ何個の中繋がっとるんですよ。あ、こっち、中、うわー、エラ春魚とか、つまり根魚系。いや、もったいな、まあまああったよね。あったあった、釣りしょって。いやいやいや、ちょっと待っとってみよう、おいは、一時タモだけ置いとってもらえれば大丈夫よ。いや、多いんだなねえ、うん、あ、抜けた、え、抜けた。あ、でもなんだこれ。あ、こい、なんこれ。変わり身や。変わり身だ。変わり身。変わり身で変わり身なと。なんだこれ。そもそも魚じゃなかったじゃんか、もしかして。いや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 。お、引いたと思うけど。食った時はだってドラグでよったもんね。なんかホヤみたいな。ホヤ。しかもお騒がせしました。あ、もうそんな時間？あ、やば。おい、今日晩までいいけど、その前に洗濯したかっちゃうね。おい、ちょっと移動すかな。なんかね、視聴者さん探しますってツイッターで出した上でずっとここで遊びよけ。次の場所に見てください。まあまあ、お、釣れた。おじやん、おじやん、おめでとう。でっか、でっか、でっか、これ泳がせようよ。うんうんうん、言われる前に泳がしてる。あ、手の方が太かよ。どうすか。いや、もうダメ、もう厳しかったですね。あ、もう撤収したいですか。撤収しようかなと思って、うん、でもよかった、お会いできてありがとうございました。いやいや、ありがとうございました。まさかまさかやったですね。見たことあるですよね。見たことあるかも。いやいや、本当頑張ってください。頑張って、運馬ちょうだいと思って、もらっとこうかな。全部もらっとこうかな。一週間分ぐらい。くれんくらん。暑い、すごいなこれ。うわ、外気40度。お風呂ですか、ほら40度よ。洗濯どうするよ、洗濯を。とりあえず広島のここは一旦終わりとしても、あー、よかね。あのね、あのね、あそこ見よっかな。3人お三方釣られてる、さっきほど一緒に釣ってたね。あの3人はここで視聴者さんとして隣同士で釣って、知らない人同士だったけど、私がこう、いろいろガチャガチャさせてもらって申し訳なかったですけど、それで仲良くなったんですよ。で、喋ってるのまだ嬉しかね。なんかこういうのがいいのよ。タコンチュさん、岡山で夕方にタコ、夕方で岡山か、ちょっと待って、岡山から、おお、結構遠かな、大阪。とりあえず岡山方へ向かうかね。2時間40分か、なかなかやな。よかよかよか、行くよ。ここから178キロ走って岡山の方に行きます。倉敷ね。視聴者さん情報もどいつ行ってみよう。あー、ちょっと舐めとった。結構遠かった。大阪なかなかやな。ここからさらに2時間ぐらいかかっちゃうとかな。めちゃくちゃ眠たか。ようやく洗濯タイムに入れる。洗濯しよう、洗濯して、ちょっと仮眠取る。もう眠い、眠いのよ。よし、こいで、ちょっと30分ぐらい寝たか。マジで、OK、寝たか。汗拭きシートでお風呂に入ろう。わ、99%除菌系か、こいつ。なんか、あ、優しいやつだ。いや、優しくない。
これ痛いやつだ。よし、洗濯物も終わり、充電もある程度でき、さらに20分弱ぐらい寝たかな。さあ決戦の舞台、今日の最後締めくくる。気になった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 、コンチュさんツイッターの名前ね。どうも、はじめまして。ここは車止めても大丈夫なんですかね。ここって車止めても大丈夫なんですか。あ、よかった、ありがとうございます。なんかツイッターで見てたらタコを毎日のように上げてほぼ毎日やってるんですか。そうですね、結構週4ぐらい。週4ぐらい。なんてお呼びしたらよかですか。タコンチューさんのタコ釣り師なんで、おじタコで。おじタコさん、はい、OK です。おじタコさん、そしたらですね、一つお願いなっとですよ、はい、おい、タコエギとかタコせんで、はい、お借りしようかですか。すいません、ちょっともうつけてますけど、はは、つけてカスタムして。もうカスタム、おお、すごい。これイカのスルメです。スルメで、もうヒラヒラにもう、あ、これ引っかからんこと。そうですね、すごい匂いがしですね。何のと思います。結構強かっすよね。そうですね。ちなみにラインは何号。あ、これはあんまり長瀬2号ぐらいしかなかです。うん、最大でも1キロ。僕がこの前釣ったのが 1.5キロ。 1.5 は結構あいですね。張り付いたらやばかっすね。そうですね、掘りましょう。はい、剥がす間もなく上げればいいですね。あれ、あ、どうも、すごい、視聴者さん、どうも。すれ違って、あ、どこ行ったんだろう。あ、本当ですか。よかったら熱中症対策。ありがとうございます。え、もしかして今から釣りですか。いや、いや、潮干狩りをしてる。潮干狩り取れたんですか。西貝を取ってて取れた、うん、あ、これもらったっすよ。なんかいただきましょう。ほら、もうあの、今一人やけんが、あの、余ってですもん。ほう、ほう、おお、赤西貝です。トッポっすね。です。トッポとニナ、イブニシ。へえ、おめでとうございます。これ、トッポの太か、これ。太か、そのトッポ。おじたこさんからお借りした、おじたこさんからお借りしたはずの、あれ、いや、早くもどっか行ってしまった。あれ、さっき借りたばっかのやつっすよ。つけもせず、遊び置いとし。本当にすいませんね、もう。釣り道具は持ってきてなかったですか。今日はね、持ってない。もうちょっと何かしら今日釣らんという関係。一匹釣れる確率ズバリ。ズバリ、うん、70% ぐらいかな。おー、素晴らしい。70、素晴らしかです。ちゃんと妥当な数字と思うんですよ。ここまでですね、 100% って言ったところは大体アウトですね。釣れとらんですね。100% の人の顔はこちらですね。おじさこさん頑張りましょう。なんとか一本、あちらにも視聴者さん、パワーもください。ここら辺、ここら辺ぐらいから。え、いいんすか、はい、朝かっすね。今、五感町なんで。でも大丈夫ですか。これもどんな感じ、フラーってして一時ステイさせるとですか。もうちょんちょんちょん、こんな感じ。もうこんな感じ。タコ以外は何バスとですか。アオリイカの野猿をします。あ、野猿。ただ岡山ではなかなか。はあ、こういう角とか、はい、嬉しかったでしょ。嬉しい。九州とかでは釣りしたことあったですか。九州はないですね。はい、でしょうね。九州はやっぱりちょっとやっぱり桁違いですもんね。特に長崎。ちょっと昼ベラ暑かったですもん。あ、いただきます。何グラム以上やったら持ち帰っていいって言ったっけ、うん、あ、タコの、なんでタコバ選んだとですか。数ある釣りの中でそこそこ超過が出て手軽に行けて美味しいから。そうですね。やっぱ最後そこなんですよね。美味しいかどうかって結構重要ですよね。あれ、やっぱ家族がある程度なんと持って帰ったら喜んでくれる。イカとかタコとか料理しやすかし。すいませんね、本当はあやがですか。新しいとこに入る場合下手くそがせんがよかっちゃうかどうですか。いや全然後ろでしても大丈夫なんですか。大丈夫です。これつまりそこで
赤いシャギ、おい取りこぼしとってことですよね。そうですよね。あれですか、こう冷凍庫に、お、あ違う、ゴミだこれ、ゴミっつうか、なんだこれ、いやちょっと待って、いや、ちょっと待って、ちょっとこれ心がいきそうなんですけど、これちょっと待って、なんか誰かの釣り糸の引っかかってる感じなかったですか、これ。上手上手、ここ完璧かかっと、あー惜しい、これどう、あ取れた。すいません、ありがとうございます。結構前からタコをやっとるおっちゃんとかは、やっぱ年々釣りにくなってる、あーどの魚もなんか一緒っすね、魚の可愛いっすよね、釣れてる魚の、こちらのとこも、え、こう引っかかった、返しはなかったですかね。もうダメだったら後ろ返してもらって、後ろ返し、あ、こっち、そうか、進んだ方が逆、いや、まず大体取れます、ぶつにポルトエギの頭が石に入り込む。あ、本当だ、あ、抜けた、重い、お、タコやん、まあまあでかいタコやん、でかかやん、これ1キロ超えとってないですか、これ。やったやったっすよ、マジやった、マジナイスっすよ、これでかくないっすよ、これ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 、これ1キロ長さ800ぐらい、ちょっと測りますか、やばやば、やった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 、やりましたって、やったっすよ、マジやりました、タコだよ、やった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 、おじタコさん、やりましたよ、やりましたよ、マジでやった。これ堤防から釣るやつで初めて、このデカさ、はい、来ました、やった、はい、お、800? 820? 1キロ中とここいで、やった、タコちゃんとタコ、やりました、おめでとうございます、やりました、やりましたよ、マジでよかった、引っかかったと思って、おいは、わー申し訳ねえ、エギどうしようって考えた。これ、あのジップロックとかでもよくないですか、ね、閉めた後だったら閉める、あ、これで甘いかここに行かして、最後に閉める、そうですね、僕はもう家に帰るまで行ったまま、おー、やったっすよ、やったっすよ、マジでやった。 まだ分からんでしょ、そうです、まあ、もうちょっと時間ありますからね、まだ、今度先頭行ってください、あの今度方が後ろからやってきます、大丈夫、本当に本当に、もう無理、もう満足ですもん、キロ超え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 、行きますよ、キロ超え、すいませんね、本当お騒がせします、いいやった感動、恋でもう今日すべて報われた、おじたこさん大快挙っすよ、これマジで嬉しい、おい堤防から釣ったタコで一番でかかった、堤防から多分おい 200g ぐらいしか釣ったことなかったっすよ、あと手長だこば引っ掛けたぐらい、もう満足っすよ、もう満足してしまうです、まだですよ、釣れますよ、多分、お、よしよしよし、とりあえず安心した、とりあえず一安心ですね、そうですね、うん、何よりホッてしたでしょ、ね、だいたいですね、そうなんですよ、アテンドしてくださった方が一番プレッシャーと思うんです。よかった、おかげさまっすよ、マジで、よかった、あ、ここまさかね、普段釣りされないんですか、しますよ、あ、するんですね、今日は潮干狩りの日ですね、だいたい日本海ばっかり行くんですよ、あ、狙いは、狙いはね、エサゴシとか、あ、青物系、昭和ジャギとかですか、アオリちゃんか、日本海の方がまだね、釣れますよ、ああ、日本海、はい、今なんか雨上がりで、お、お、おいっしょ、さすが、やりました、お二人とも漕いで、漕いで釣れたですよ、おじたこさん、やっぱさすが、素晴らしい、あ、漕いで200ぐらいですね、もうさすがに逃がします、お、もうタコはやっぱりもういっぱい釣ってるけん、もう追い上げ、多分ですね、漕い1匹目釣るとき持って帰っとっすよ、でもやっぱり冷凍庫にいっぱいあすもんね、はい、バイバイタコ、冷凍庫にいっぱいタコの入っとすもんね、ツイッター見ましたよ。
いい加減冷凍庫開けんとね、奥さんがそう、タコだらけのツイッターの映像見て、あ、この人タコいつも言ってると思って、もう速攻 DM したんですよ。いや、2人とも釣れたけ安心したいですね。すごい、70%。 ちょっと根掛かりしやすいかもしれない。気をつけてですね。あ、流れよ流れよ、潮の結構流れよ、ほんと。内側のここもすっとですか。いや、内側は結構ロープがある、うん、なるほど、やらないなるほどなるほど、引っ掛けて切ると迷惑かける、うん、ですね。さすがマナー紳士ですねあ、やっぱりタコ上げてからタモで作ったらどうですか。タモ持っちゃうけど、さすがに2キロ3キロ来た時は、うん、でもそうしとったらこうパカッて外れたりせんとですか。あいつらなんかこう外すっすよね。まだ1回もタモですけどもないここの内側暴いてる感じですね。そうですね。じゃあおい、じゃあこの辺からいくっすね。真ん中フェアにこいで、おニューバー2人ともできる。よし、行ってこい。今の時間が一番激アツ時間。そうですね、この巻きくれ間際感。でも何の魚も一緒っすね。その知り合いのお店の島とか本来9時なんですけど、10時ぐらいまで伸ばしてもらっとっとでしょ今多分遅くなるかもしれないっつって。だけどもう釣れたけん、とりあえず間に合う回転時間に大丈夫、もう全然大丈夫です。意外と近くやけよかったです。だいたいじゃあ仕事終わって、はい、ここばして帰るみたいな。うん、だいぶ困ったですね。これお借りした、おじたこさん、はい、ありがとうございました。あ、ありがとうございます。もう素晴らしい駅でしたよ。自家製自家製。ちょ真っ暗なんでもう戻りましょうかね。はい。お疲れ様でした。お疲れ様です。さすが、すみません、タコおじタコおじさん、おじタコです。おじタコも自分で名前忘れてます。おじタコさん、ありがとうございます。タコ、立派なタコ釣れたよ。吸盤の綺麗なやつはオスやったですっけ？これオスです。こうオスですね。吸盤が不揃いじゃなく綺麗に出てくる。これ不揃いやきメスですよね。そうです。締めてもらっていいですか？あのカメラもちょっとまあ一人なんで、もう皆さん総出でお願いします。はい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 。眉間のところハサミでザクって今足が、あ、白くなった。あ、イカと一緒っすね、急所。あ、白くなった、うんうん、あ、色全然変わった。一瞬で赤から真っ白になったっすね。ありがとうございます。本当締めまでしてもらって本当に完璧なエスコートでした。今日は本当にありがとうございました。すいません、お二人とも最後までお付き合いいただきましたけど、すれ違ってから今まで。8時、やべやべ、8時もではでは、はい、頑張ってきます。大阪近畿の大阪府、ここね。さあ何時間だ。ちょっと待って、159キロ、やべえ、3時間。やば、どうしようこれまあ生きながら考えようすいません、じゃあまた続きは YouTube で。お疲れ様です、ありがとうございました。ほんとよかったよ、連れてくれたよ。氷か、氷買う時間の推しかな。でも3時間か、やばいんじゃねこれ、やばいこれ、最低だ。レッツベロー。